こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では冬のセールアイテムの中から皆さんにおすすめのものをですね、いくつかご紹介をしてみたいなというふうに思っています。今動画を撮影しているのは12月の後半で、まだですね、本格的なセールの時期ではないかなと思うんですね。おそらく多くのお店が1月の2日ぐらいからですね、大体的にセール始めると思うんですが、そのちょっと手前、今時期もですね、実は探すとですね、お買い得な商品がですね、ちょこちょことあるんですね。まあその中から皆さんにですね、これは持っておくと間違いないよというものをですね、いくつかピックアップしたのでご紹介ができればなというふうに思ってます。まあセールというのはですね、すごく便利な反面ですね、あまりにたくさんの商品がありますし、なおかつですね、値下げ率みたいなものばかりに注目してしまって、なかなかですね、冷静な判断がしづらいという側面もあるんですね。それは僕自身も同じで、ついついですね、これはなくてもよかったかなというものを買いがちなんですね。ですので今回は冷静な鉄の心でですね、これは定価でも買っても間違いないだろうというものだけを選んでみますので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けの内容ですとかアイテムに関しては、僕がもう一つですね、別で運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、僕のスマホの画面をこちらに共有をしながらですね、おすすめの商品を見ていきたいなというふうに思っているんですが、早速一つ目ですね。まあ毎回ですね、このシリーズはユニクロからスタートするという一つの型ができているわけなんですけども、まあ、ユニクロもですね、毎週ですね、まあ決められた曜日にセールの商品というものが更新されるわけなんですが、まあその中でもですね、今年の年末注目したいなと思っているのが、エクストラファインメリのモックネックセーターですね。これに関しては僕の YouTube チャンネルでも解説をしたアイテムで、まあ、このですね、定番のエクストラファインメリの中でも、まあ、今季新しく出たこのモックネック型ですね。タートルネックに比べると襟の高さは控えめなんですが、普通の丸首よりは高めというね、中間の位置にあるようなニットで、これがですね、すごく完成度が高かったんですね。まあ、カラー展開がそんなに多くはなくて、全部で5色になっているんですが、僕が動画の中でおすすめしたのがですね、06のグレーというもので、まあ、これ結構売れてまして、特に大きいサイズがね、もう本当にもうほとんどサイズが残っていないという感じで、XS から M ぐらいまではありますよというところで、これは要チェックかなと思っております。はい。で、まあ、店頭だったらまだですね、L ぐらいまではあるのかなとは思ってますので、まあ、もしオンラインで見つけられない場合はですね、店頭で見てみるのもいいかなというふうに思っております。まあ、他にもですね、まあ、定番的なブラックですとか、ブラックもサイズだいぶ欠品出てますね。あとは、ネイビーですね。ネイビーに関してはですね、割とこうサイズのバリエーションまだたくさんありますので、こちらでもいいと思いますし、少しですね、こういったライトグレーっぽいようなもので、スウェットのような雰囲気を楽しむのも悪くないんじゃないかなというふうに思ってます。これはね、本当に傑作と呼べるようなアイテムで、僕が今年ユニコで買ったものの中でも非常にですね、満足度が高かったので、ぜひチェックをしていただければなと思っております。まあ、第一希望はこのグレーですね。はい。まあ、店頭でぜひ見ていただければなと思っております。はい。どんどん行きましょう。続いて二つ目。これまたですね、僕の YouTube チャンネルの中では、恒例となっております、グリーンレーベルの商品ですね。まあ、この中でもですね、特におすすめなのが、僕も今着ているんですが、いわゆる CPO ジャケットと呼ばれるような、シャツっぽいアイテムなんですけども、通常のシャツに比べると、厚地でアウター的に着れるようなもんですね。まあ、いわゆるシャツアウターと呼ばれるようなもんなんですが、こういったものを旬で使いやすいんですけども、そちらのですね、TW モッサー CPO ジャケットというものがですね、30% オフになっていますね。このモカという色合いがすごくですね、雰囲気がいいんですよね。まあ、ベージュとグレーの間ぐらいの感じにも見えますが、冬の着こなしってどうしてもですね、暗い色になりがちなんですが、その中でもですね、程よく明るみがあって、このですね、雰囲気はなかなかいいんじゃないかなと思いますね。この写真のコーディネートがまさに参考になるかなと思うんですが、
こういったベージュとかモカとかそういった色の下にはですね、ライトグレーみたいな色で少し明るさを足しながらボトムスはブラックで引き締めるという着こなし、これねすごくいいと思いますし、続いてのこのライトグレーのパーカーですね、こんな感じで合わせていただくのもすごくバランスがいいと思うんですね。このカラーの CPO ジャケットは結構珍しいなと思うので、個人的にはすごくおすすめですね。締めた感じもすごく素敵です。はい、こちらがですね 30% オフで 1,780 円ということで、かなりいいんじゃないでしょうかね。まあ、ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですが、オンラインサイト見るときに僕はですね、商品の画像ももちろんチェックするんですが、まあ、商品画像だけだとやっぱりモデルさんが着てるので、なかなかこうイメージが湧きづらいという方もいると思うんですね。まあ、そんな時にこのスタッフの方が着ているものを見ていただくのが良くて、まあ、スタイリングというところがありまして、身長とあとはどのサイズを着ているのかっていうのがですね、ここにちゃんと見れるようになっていまして、例えばこの方ですね、168センチ、まあ、僕と身長的にはですね、そんなに大きく変わらないですね。まあ、僕164センチなので、まあ、僕よりは大きいんですが、まあ、割とですね、体型的には似てる方が着ると、あ、こういったサイズ感なんだなというふうに見えますね。非常に素敵ですね、この方。コーディネート完璧で、僕も勉強になるなというふうに思っております。こんな形で、スタッフの方がですね、どのように着用してるのかを見ていただくと、よりイメージが湧きやすいかなと思うので、これはおすすめです。まだサイズ S、M、L とありますので、まあ、今日ご紹介するものの中ではかなり一押しかなというふうに思っております。はい、どんどん行きましょう。続いてですね、グローバルワークですね。これまた僕の YouTube チャンネルの中ではよく出てくるブランドかなと思っております。はい、その中からパーカーをご紹介したいなと思ってるんですが、これはですね、グローバルワークの定番的な位置づけですね。やみつきニットパーカーというアイテムになっていまして、まあ、すごくですね、質感が良くて、まあ、ニットのような上品さを持ったパーカーになっているので、大人の男性が気軽に着るにはですね、すごくいいんじゃないかなと思いますね。はい、これがですね、セール価格 20% オフということで、5000円以上だったものが4000円強、4290円というところで買えるので、まあ、なかなかこれはコストパフォーマンスがいいんじゃないかなと思っております。まあ、先ほどのグリーンレーベルのですね、CPO ジャケットの内側に合わせてもらうのも非常にいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、色に関してはですね、バリエーションたくさんあるんですけども、まあ、その中でも使いやすいのが、このオートミールじゃないですかね。まあ、ちょっとこう明るめのカラーなんですけども、真っ白ほどではないので、まあ、適度にこう秋冬の雰囲気も楽しめるんじゃないかなと思ってますね。サイズはしっかりとありますので、こちらがまずおすすめなのと、あとはですね、チャコールグレーもいいですね。こういった、まあ、濃い色なんだけども、ブラックほど重たくないというところで、これまた使い勝手がいいんじゃないかなと思ってますね。この2色があれば僕は十分かなと思いますし、まあ、こういったネイビーのようなですね、王道のものも使い勝手がいいので、グレーのパンツなんかと合わせていただくのもいいんじゃないかなと思いますね。このようなニット風のパーカーが4290円っていうのはかなりお買い得かなと思いますし、楽天ファッションで買えば858ポイントが還元されるというところで、さらにお得感があるので、ぜひこちらもチェックをしていただければなというふうに思っております。はい、続いてはですね、アーバンリサーチですね。これまた時々 YouTube チャンネルでも出てくるんですが、主にですね、アーバンリサーチはですね、僕のメンバーシップチャンネルで出てくることが多いんですが、まあ、ベーシックの中にちょっとしたトレンド感を混ぜ込むのが得意なブランドで、まあ、僕もですね、よくチェックしているお店ではあるんですが、そこのチェスターコートですね、オリジナルのチェスターコートが 20% オフということで、これまた買いやすい価格帯になっているかなと思ってます。なおですね、これまた大きいのが、楽天ポイントがですね、4752ポイント分つくというね、これがかなり大きいですね。実質2万円を切るような価格で買うことができるので、お買い得かなというふうに思っております。色はですね、ブラックだとか、あとはね、このブルーグレーという色がすごく綺麗なんですね。王道のブラックネイビーだとか、ダークグレーのですね、チェスターコートを持っているという方は、ちょっと変化球を効かせて、色自体にですね、ちょっとこう、おしゃれ感があるような、このブルーグレーっていうのがすごくいいんじゃないかなと思いますね。S と L はですね、まだサイズ残っておりますので、これは要チェックですね。まあ、こんな形で、コーディネートは内側にですね、あえてパーカーなんかを合わせてもらうのもいいと思うんですね。
まあ、ニットもいいんですけども、パーカーを入れることで、チェスターコートが持つですね、まあ、どちらかというとビジネスライクな綺麗さというのをうまく中和することができるので、先ほどのグローバルワークのパーカーと合わせるようなスタイリングもすごくいいんじゃないかなと思いますね。まあ、スタッフコーデもあるので、ちょっと見てみましょうか。はい。これもね、結構参考になるんですよ。僕はね、毎日のようにですね、スタッフコーデ見ているんですけども、あえてチェスターコートの中に、こう、蛍光色のような綺麗なグリーンを入れていくっていうのも、まあ、ちょっとね、クロート的な着こなしなんですが、素敵かなというふうに思いますね。はい、これもいいでしょうね。ぜひですね、金額、お得になってますね。まあ、チェスターコートって結構一着あれば、長く着れると思うんですね。まあ、今年だけではなくて来年以降も着れるので、ちょっと背伸びをしてセレクトショップで買い揃えるのもいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っております。はい、続いてですね、今度はユナイテッドアローズですね。グリーンレーベルもあるんですが、ユナイテッドアローズ本体も僕はとても好きなブランドなんですね。まあ、実際僕が今着ているこちらのシャツアウターはユナイテッドアローズ本体のもので、まあ、グリーンレーベルに比べるとちょっと値段は上がるんですが、素材の質感が良かったり、大人のね、男性にも似合うようなすごくですね、ベーシックなアイテムが揃いやすいので、僕は大好きなブランドなんですね。この同じくですね、CPO シャツですね。まあ、CPO ジャケットと呼んでもいいかなと思うんですが、これが価格が安くなっております。60% オフ。かなりいいですね。15,840 円ということで、通常価格だとね、やっぱり結構するんですよ。メーカー希望小売価格39,600 円ということで、かなり素材の質感とかは上品だと思うんですね。それが10,000円台で買えるというのは、コストパフォーマンスいいと思います。まあ、ダークグレーのね、この上品な感じ、すごくいいと思いますね。サイズは S と L が残っている感じです。あとはね、このモカもいいですね。先ほどのグリーンレーベルのモカと比べると、よりこうブラウン寄りになっていますね。先ほどのグリーンレーベルのものはベージュ寄りだったと思うんですが、もうちょっと秋の雰囲気を楽しみたい。素材の質感もね、このモカの中でも、まあ、この金額ですよね。4万円近い定価なので、やはりこう、微光沢のですね、上品な雰囲気があって、このブラウンもね、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。M、L、XL の在庫があります。まあ、ボトムスはね、こういったホワイト系のパンツとかね、ライトグレーだとか、ちょっと明るめに振ってあげると、このブラウンの持つですね、秋っぽさというところに清潔感が足せるかなというふうに思ってます。なかなかこのシャツアウターはいいなと思うので、ぜひ皆さん、チェックしてみていただければなと思っております。はい、続いてですね、ラスト。あっという間にラストになりますが、ナノユニバースですね。ナノユニバースも僕の YouTube チャンネルではおなじみの存在かなと思うんですが、まあ、ナノユニバースはダウンがすごく力を入れていまして、まあ、今期もですね、たくさんいろんなダウンを出しているわけなんですが、その中でも個人的にですね、ちょっと注目しているのが、西川ダウン。まあ、このシリーズはですね、毎シーズン定番なんですけども、ハイブリッドエクスペディションダウンというものですね。これがね、ちょっとこうミリタリーライクな見た目で、すごくバランスがいいんじゃないかなと思ってます。まあ、ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションのダウンも、こういったちょっとミリタリーライクな雰囲気があったと思うんですが、その雰囲気と似てる部分もあるんですが、価格帯がもうちょっと上がって、生地の質感、上品になっていますし、まあ、長く使えるようなダウンとして、これはいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、実物を見たんですが、僕自身もね、これはちょっとチェックしてたものなので、価格が 20% オフで、しかも楽天ポイント3256ポイントつくということで、実質2万円台後半で買うことができるので、定価から比べるとかなりお買い得感があるんじゃないかなと思いますね。色はね、このカーキがすごく良かったんですよね。深めのカーキで上品な雰囲気なので、まあダウン普通のもの持ってる方だったら2着目のダウンとしてはこのカーキいいんじゃないでしょうか。まあ、あとは王道のブラックですね。下に白のニットなんかを合わせながらシャープに着るのもかっこいいですね。このコーディネート。すごくね、いい感じだなと思います。はい。これはいいですね。まあね、ダウンなんかまさにこれから本番ですよね。もうね、2月なんか一番寒くなる時期に必要不可欠なアイテムなので、こういった、まあ、旬なアイテムというのが 20% オフで買えるのはすごくお買い得かなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っております。
はい、ということで今回の動画では実際にですね、オンラインサイトを見ながらセールの価格のアイテムの中でおすすめのものを皆さんにですね、6点ご紹介させていただきました。まあ、どのアイテムもですね、トレンド感もあるんですが、基本的な部分でベーシックなデザインになっているので、今年だけではなくて来年以降も使っていただけるような、そんな便利なアイテムかなというふうに思ってます。皆さんもですね、クローゼットの中をよく確認して、もしですね、今回ご紹介したアイテムが同じようなものは持ってなかったらですね、それぞれのアイテムチェックしていただければなというふうに思ってます。まあ、今回ご紹介したアイテムに関しては、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからぜひ確認していただければなというふうに思ってます。そして1月に入ったらですね、いよいよセール時期も本番になりますので、こちらのチャンネルではお得なものをどんどん皆さんにご紹介できればなと思ってますので、来年1月からの動画もぜひ楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。